こんばんは。こんばんは。今日は勝手に四国観光大使公演ありがとうございました。疲れたいやー、なんかこんなしんどいっけこのセトリって思ったけど、普通にしんどかったですね。中盤が結構大変ですね、意外と四国は。お疲れ様です。でも楽しかったです。こんばんは。さっきご飯を食べてね、結構お腹いっぱいでやらせてもらってます。公演お疲れ様、ありがとうございます。今日は三つ編みなんですけど、あんまりこう正面から見たら全然見えないんですけど、結構上の方から編んでます。伝わるかな、裏編みで編んでます、ここら辺から。そう、今日は三つ編みでございます。なんかね、特に理由はないんですけど珍しくね、結構意外と持ちました、踊っても。楽しかった。なんか結構久しぶりの四国の公演だったんですけど、3ヶ月ぶりぐらい、6月のゆきりかん生誕祭以来だったんですけど、楽しかったです。どうでしたでしょうか、久しぶりの四国の私は。結構ね、まあ、マイカーと兼任してるんですけど、マイカーとはね、こう違う風に四国はね、こう歌って踊ろうって決めてるので、結構こう区別してねやっているんですけども、結構可愛く、可愛いをモットーにやっているので、ちょっとねそこら辺が伝わっていればいいなって思います。安定のチーカーマタをね押してね。今日アンピーだけ2期生だったんですよ。他がね、まあ1期生の皆さんとドラさんと、なんでね先輩からの圧をたくさん受けながら、でももういいよね、アンピーなんかもうキャラがね確立してますからね、いいですよね今日もちょっとなんか焦ってるっていうか、うわうわしてましたね、ちょっとご飯食べたばっかりだからね、なんか一息ついてしまってこう座ってるとふーってなっちゃう失礼しました。クマありがとうございます。奥さんクマありがとう。まあ結構MC とかねいい感じだったんじゃないかなと思うので、アーカイブでもお確かめくださいませ。ソイポもいいよ。もうね私はね寝ながら配信しないって決めたんですよ最近してなくないですか、あんまりね。あとこうご飯、最近のモットー、そう寝ながら配信しない、すっぴんで配信しない、まああと
まあ、食べる時もあるんだけど、あんまりこうご飯を食べながら配信しないっていう、ね、おばあちゃんがね、あの配信見てるからね、たまにおばあちゃんがね、そういうだらしないのが多分好きじゃないのであのおばあちゃんに寄り添った配信設計でお届けしています。だいぶお上品じゃない？だから最近お上品じゃないですかそうなんですよ、これね、もう鎮座してね、ここに一生座って喋るしかできないこのがんじがらめだから、まあ料理配信の時とかね食べたいなと思うんですけど、ここにすっと座っております。ポキオこんばんは、ポキオです、こんばんは。長崎とか沖縄騰落が出たらしいけど、どうですか、当たってましたか、外れてましたか、 PR 舞台あとピューロと、あとなんだっけ、神奈川、神奈川出てたのか、沖縄当たってた、おお。いいですね、沖縄だけ当たってた、お、みんなじゃあ沖縄にいっぱいいるのかな、ぜひぜひ楽しみましょう。ピューロランド当選した、おお、いいですね。ピューロランドは昼より2公演ありますからね OKOKOK まあね、私のファンの方がね、たくさんいらっしゃってくれたら、当たってたら嬉しいなって感じです。神奈川行きます、あ、でも神奈川あれだな、結構前に登録してて、そういえば聞いたかも まあね、キャパにもよると思うんですけど、まあ、もしかしたらね、キャンセル待ちとかで入れる場合とかもあるかもしれないので、私から言えることは諦めないで、ちょっとマヤミキさんになるしかないんだけど、諦めないで、って感じです。かわいい、ついありがとうございます、みつあみ。ちっちゃ、正面から見たら眠たい、ご飯食べたらすぐ眠たくなるの、どうにかなりませんかな、人間のこの欲望に忠実な感じと言いますか、ダメですね、明らかに欲望に負けてる、これは今日は豚汁とご飯とハンバーグとハラミのユッケを食べました、めっちゃ食べてる、私結構夜ご飯、最近ご飯多め、胃が膨らんでます、朝も多いですし、プロテインも飲んでる、やばい、もう増量中かな、ふんない、ふん最近お腹すきます、食欲の秋、それはそう、プロテインはいつも公演の後に飲みがちです。
あ、ハラミ、嘘、サーモンハラミのさ、あ、ハラスだ、ハラミじゃない、ハラスです、サーモン、ハラスユッケ、その肉と肉じゃなかった、肉と魚でございます、失礼いたしました。これは非にて異なる、非にて異なるって日本語おかしい、似て異なります、いいもん食べてる、いやセブンにね売ってるんですよ、食べてほしい、めっちゃ辛いけど今日は私はセブン飯です。今セブンにいます、それはもうゲットするしか、カヌレは、カヌレ新しいの出ましたよね。私今日あかりんさんになんかカヌレ買ったよって言われて、ローソンの新しいやつ買ってた。でも私もうカヌレあんまブーム過ぎたんですよねって言ったら、なんかおきちゃんってなんだっけな、なんか好きになられたら嫌いになるタイプよねみたいな、私いつカエル化現象起きる人じゃないと思うんですけどね、よくあるじゃないですか、なんか自分が好きな人が自分のことを好きになったらその人のことを好きじゃなくなるっていうタイプの人、私人でそういうのになったことないんですよ、むしろだから自分が好きって思う人には好きって思ってほしいタイプだから、カヌレに対してカヌレはね飽きるぐらい食べたのが原因なんですよね、多分一回時間を置いたらまた好きになると思う、ちょっと食べ過ぎてましたね、だってもうストック買いとかしてたの、そうストック買いとかしてたから、そう常に追いかけてたいタイプ、私は違うけどね私は追われたいタイプでもあるよ、カヌレに追われるってなんだろう、まあなのでね、ちょっとまたでも新作は気になるんで、ちょっと見つけたら買うと思います、今日は疲れたな、なんかいい汗かいた気がする、なんかクワトロってなんか聞いた話によるとちょっと昔のライトらしいんですよ、照明が、だからそれのせいか分かんないけど結構熱く感じるタイプのライトで近いんですよ、背面にね照明がめっちゃ置いてあるタイプなんですけど、こうなんかじわじわ熱いんですよね、だから気持ちゃ汗かいてたもん、びしょびしょでした、もう今日は多分ね過去最高に早い、過去最高に早い着替えでしたね、レッスンじゃないわ、その公演終わってからもう履けた瞬間に衣装を脱いでました、写真撮れないじゃん、そうだからノアピに「キさん写真撮ってくれませんか?」って言われて、もう一回 T シャツ着直した私はねあんまりね公演終わった後にあんま写真撮らないんですよ、撮る時もあるけど大体公演前に撮ることがほとんどですね、そうなんです、いや分かるよ、公演終わった後の方がね公演ありがとうございました感が出るのは分かるんだけどね、もう写真を撮る時間よりもねその汗をかいた服を着ているっていう行為がね私あんまりね得意じゃないんですよ、そう一刻も早く脱ぐしかないって思って脱いちゃうんですよ、
誰よりも早い。写真で汗だく嫌なん？嫌じゃないんだけど、全然写真を撮ることに抵抗はないんですけど、写真を撮るのには抵抗はないけど、その汗をかいた衣装を着ていることに抵抗があるんですよ。本当にね、私何かで一番を取ったことはないけど、公演終わった後に着替える速さランキング結構1位だと思う。え、いるかな他にこんなに早い人。私今んとこね、マイカーと四国では見たことないの。2つのユニットしか兼任したことないけど、今んとこね見たことない。どっちも公演終わった後の写真撮影タイムがある。そう、え、でもこんなんで一番撮ってもあんま意味ないよね。でも自分にのな、何で皮膚に優しい。早そうなイメージのメンバーは、もうこういうのってさ、準備が早いとかの問題じゃないんだよね。なんだろう、でもこう写真とかに対して結構写真とかを大切にしてるメンバーは割と着替え遅いかも。着替えっていうか、その公演終わった後の写真タイムがあるから、遅いって言ってもあれよ、ちゃんとそのこの時間までにはみんな着替えるんだけど、その余白時間みたいな、空き時間みたいなまでの間に写真撮るんですけど、何だろうな、でも大体撮ってるけど、だからね、私のフォルダにねないんですよ、そのアンコール衣装でのね写真があんまりない、うん、たまにあるのよ、アンコールの時の写真も、昼夜未公演の時とか、鼻だれの長袖とか言えばそう、鼻だれはね、アンコールが長袖シャツだからもうはけた瞬間よね。でも可愛いから写真は撮っときたいって気持ちもあるんですよ。だからアンコールの写真を載せようって日は我慢してって言ったらあれだけど、我慢してこう着替えたままで写真撮るんだけど、もういいって思った時はもう即脱ぎですっていうね、この私のあの超どうでもいいけどこだわりです。ライブ終わった衣装はすぐ脱ぐ、おきちゃんのどうでもいい情報その1。今日も公演前の写真でツイートしております。いいね待ってます。石尾さん助かるんじゃない、助かってるかな、助かってたら嬉しいね。そうなんですよ、こだわり知らんかった。本当？まあ別に言っても言わなくてもっていうこだわりなんですけどね。そう、空に飛行機雲、白くたなびく線よ、誰の思いがふふう届くの、振り向く余裕はないまま、時の飛行機雲、いいね、飛行機雲で終わるラスト、後を追いかけるように少し遅れて、
聞こえた空を飛ぶ音と泣いた声飛行機雲、飛行機雲の歌詞覚えるのに結構苦労したいやちょっとややこしい、いつもたまに間違えてなあとよいけけとの一文字間違える、難しい。最初の方結構間違えてた今は間違いないんですけど、涙あとあと追いかけるように涙を隠すようにだから結構ね歌詞が若干ややこしいユニット今日はいつもアンピーがデモデモの涙なんですけど、今日は初恋の鍵やっててね、なんかすごいよね2個やってる。私もなんかやりたいな、私デモデモも君と僕の関係もどっちもできるんですよね、やりたいな。こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない、それでもこうしてあなたを見ている、この場所からこんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく、傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない、でも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 の涙、じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃん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 、声お疲れ様でした、ありがとう。これから仕事頑張ってください。誰とユニットしたいの、誰とユニットしたいの、難しい。あかりんさんとやったことあるでしょ、アンピーともやったことあるでしょ、りっこちゃんともやったことあるし、やったことないのって誰かいるかな、結構そのメンバー以外はやったことないけど、なんか全然誰でも楽しそう。アンピ今日やりましたよ、念願のっていうか、まあ前やってたけど、ゆきさんゆきりかのことゆきさんっていう人初めて見たな。ゆきりかさんやったことないですね、やりたいですね。カフェテラスに突然呼び出され、話を聞いてよってさっき君が言ってたくせに、またかよいつの間にか僕が人に、今年のインテル語ってる例のシチュエーション、始まる誰かのこと好きになれと、いてもたってもいられず誰かのこと待ってる間、僕が幸せなんだ。チカ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 チャン、奥ちゃんの愛しさのアクセルも見たい。やばい、私が早い踊りを踊ったらソラハが笑うから、ゆうかちゃんが早く動いてるの見たら笑ってしまうねんって言われるから、私だからあんま早い曲担当したことないんですよ、こう見えてこう見えてっていうか、まあ、あの見ての通りなんですけど、ゆうかちゃんが早く動いてたら笑ってしまうねん、ちょ走らんとってみたいな、私がねやばい間に合わないって言って走ってたらねめっちゃ笑うんですよ、やばい間に合わないって言って走ってたら、ほんまに機敏な動きせんとってゆうかちゃんって言われる、私表面張力踊るかってこうやってこっちシャ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 ってやってたらめっちゃ笑うだからそんな速い曲あんま踊ったことないかも。そうなんですよ、私速い動きになれないらしい。私もね意外と早く受けるんですけどね意外と機敏なんですけどね。おまひなさんがあなたを画像にタグ付けしましたって出てきた、
ツイートしてくれてます、ありがとうございます。あとでいいにしよう。ネモハもまた見たい。ネモハもルーマもう覚えてないよ。シャーン、どうだっけ、ちゃん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 、めっちゃ早くた思い出があるけどもう覚えてないな。ちゃん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 、うん、ダメだ、覚えてないっす。あれは確かに人生で3番目ぐらいに早かったかもしれない。じゃん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 、じゃん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 。2番と1番何、いや、なんだろう、人生でそんな早い曲、あ、無謀とか早くない、私しょしょ、私結構機敏じゃない、じゃ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 、あ、でも早くないか、面白い振りだよね。これはないですよね、なかなかこんな、へい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 、ようの夢は覚めることがない、ワブサムラツーと、へい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 。まああれはダンスというかコンテンポラリーダンスなのでね。手を伸ばし続けられる、その振りの意味ってあるの、うわー覚えてないけど、これに意味はなかった気がする。脳の夢はまたならず、これはね、これ香水イメージだった気がする。難しいねコンテンポラリーって。あ、そう、 STU、 なんか STU STU 感想がなんか意味あるんだよね、なんだっけ、チュンチュランチュンチュン、なんか行ったことない世界へ、怖へ、川、太鼓、笛、山、チュンチュランチュンチュンチュン、はい、これはよ、まあ、よくわかんない、チュンチュンチュンチュレレ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 レ、チュンチュン、これもあんまよくわかんない、チュン、なんかこのここの意味はめっちゃ覚えてる。川、太鼓、はい、太鼓ポーン、笛、ペロペロペロ、山。コンテンポラリーチャンチャランチャ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 ンヘイ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 、これいいよね。ストレス解消になるこの踊りしてたら、嫌なことあってもヘイヘイヘイ踊ってる時それ言いながら踊ってるの、いやいや踊ってる時はもう、いや川太鼓笛山って言いながら、心の中でこう言いながら踊るとね、順番を間違えずにあのしっかり踊れます。たやすい道など選んだ負けだ、根拠がなくても自信があればいい。そうなんですよ、踊ってます。集合写真の練習風景面白い、集合写真の練習風景なんか動画撮ってたかも、マネージャーさんが載ってんのかな。今日の集合写真は組体操でした。本当は扇する予定だったけど扇は無理でした、なのでピラミッドになりました。
アンピーのいやーがポイントです。いやこんばんは。いや四国いいよね、楽しかった。やっぱ公園っていいですね。ピラミッドの頂点がアンピーは最初から決めてた。なんかアカリンさんが後輩だから上だねって言って上になりましたね。アンピーは、はいはいって言って、アンピーなんか舌短いですよね。はいはいって言って、わかりました、いやーって言ってあーってかわいいってなりました。はいはいかわいい、ちいかわ、ちいかわがそこにいた。へぇへぇみたいなよく言いません？気のせい？へぇ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 、あ、わかりました、へぇダメだね、あれはもう、もうあのね、人をね垂らす才能しかないね。キュンキュンしちゃいます。ちょっと私最近あまりにうるさいなと思って、アンピーについて語りすぎて誰やって思われそうなので、ちょっと自重したいと思います。そろそろね、最近ね、今ハッピーがね、今アンピーに聞こえてね、なんかもういよいよ末期、末期症状がね、満員電車今ハッピー、あれ満員電車今アンピー、しかもアンピーがね、なんか今ハッピーの時にピーポーズしてるんですよ、こうやってピーで、えみたいな、練習の時にね、え、もしかしてアンピーのピーしてるのって言ったら、はい、はい、そうですって言っててね、えー、みたいな、ピーって、もうそれを聞いて私のこのえーみたいな嬉しくなっちゃって、なんか今日の本番で一発目かな二発目ぐらいに、ね、今ハッピーでアンピーの方に向いてピーしたんだから、アンピーお客さんに向かってピーしててね、あのもう一方通行だったって言ってたんだっけ。定点で見たらちょっと私のその恥ずかしい姿がもしかしたら映ってるかも。しかも私その後何事もないようにもう2回目チャレンジせずにお客さんに向けてハッピーってやってた。ちょっとねやっちゃいましたね。まあいいんですよ。まあいいんですよ、別にそんな私レッスン回収したいわけじゃないんで、アンピーが楽しんでくれてたらねいいんですよ。いいんですいいんです、いいんですいいんですいいんですが、今ハッピー押されたって今ハッピー、ピピ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 ピ思い出している、ピピピピ部活中も今アンピー勉強本当に辛いけれどしてるから、アンピーアンピーアンピー恋をしてるから。末期症状が出ております。もう本当にね今アンピーにしか聞こえないんだよね、今アンピーみたいな、えはって言ってるみたいな、はって歌ってるはずなんだけどね、あーに聞こえるんだよね、なんでですかね。マンピー、ピーの縦右手、あ、こっち、え、こっち
ちなの。こっちに見えるようにやってる。私は自分で見たいから、自分で見て P をつけたから、私はこっち、私はこっちとか言って勝手にアンピーのポーズを勝手に変えとる。私は自分から見てアンピーがいいから、私はこっち私はこっちだけど、ワンピはこっちかもね。Q になっちゃう。私から見たの P なんだけどな。アンピーにフォロワー1万人おめでとうって言ってあげたの。言ってあげたよ。気持ち悪い声でね。アンピーって。アンピーって。フォロワー1万人おめでとうって。ありがとうございますって言ってた。でも それ以降の話題は私は特には持ってなかったから、そこからは何も言わなかった。言いましたよ。私ちゃんと拡散してたからね、リツイートして。なんか今みんなあれだね、1万人目指し中ね。私あれです、なんか地味にあの3万4000人突破しました、実はさっきありがとうございます。なんかギリギリだなって、ギリギリっていうかその行きそうだなって思ってたんですけど、ギリギリ行きました。もしかしたら減るかもしれません。しれっとありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。まあね、でも5人ぐらい減ることなんてザラにあるんでね、あんまちょっとあの一桁台の時はあの1の、ね、桁がしかない時はあまり言わないようにしときます。1万人いくと何かあるの、モチベ上がるんじゃないキリーとモチベ上がるじゃないですか。今年だと何万人目指してるの。え、キリよくなりたいよね。本当は35,000人、本当はね、本当はね、4万人がやっぱキリからなりたいんだけど、今は35,000人目指そう。あと1,000人キリがねいいかな。公式マークは、公式マークね全然つかないんですよ。使えてか難しいですね、あれ。なんか私申請の仕方間違ってるかも。申請してるんですけど、たまに結構難しくて、あれね、したことあります？ツイッターの公式フォロワーマークの申請。私ね 1,2 回だけやったことあるんですけど、なんかね2ヶ月以内に出た自分の記事を3つ用意しなくちゃいけなくて、なんか自分の名前が載ってるウェブ記事みたいなと、なんかねいろいろあるんですよ。なんか自分が載ってる公式ホームページ3つ用意しないといけないみたいな。結構ねめんどくさいっていうか、ややこしいっていうか、うん、厳しいですね、なかなか。そうですよね。そう、一般人には無理やん。え、そうなのかな。まあ一般の方でもこうね、なんかいけそうやけどね。 STU の今公式メンバーがついてる、公式マークがついてるのはあれじゃないかな、多分公式運営の方が申請してくれたんじゃないかな。多分ねその方が通りやすいとかありそうな気がしなくもない。わかんない、嘘かも私はね今んとこ全滅してますね、うん、運営さんに申請してもらおうよ。申請ねお願いしたら多分してくれると思うんだけどね、まあ、自分でやってちゃおっかなみたいな、なんか自分でできるなら自分でしちゃおっかなってちょっとやっちゃってる部分はある。
でも多分ねだいぶちょっと厳しくなってる気がする。だからね今ねすごいフォロワー数多くてもついてない人とかめっちゃいますもんね。運営が申請したメンバーもいるの、多分一番最初の時のアカウントの人だけじゃないかな。もうそれこそユニットリーダーとかモノタンさんまでじゃないかな。結構ツイッター設立したのだんだんで設立したから多分ね公式マークついてるのね初期の方に一斉解説した人らだけだと思う。そうなんだよ。あかりんさんついてない、あかりんさんついてないね。あかりんさんでもリンゴついてるからあかりんさんリンゴついてるから、なんなら公式より可愛いから。まあ自分はね公式マークは別にいいんですけど、どっちでも、うん、ついたら嬉しいなっていう感じですね。オキポヨもつけよう。オキポヨ何のマークつけようか。オキポヨ括弧オフィシャルって書いておこうか。バズるしかないか。ハムスターね、ハムスターでもいいんだけど、ハムスターは2年ぐらいしか生きないからな。ちゃん公認絵文字、私絵文字なんていうね、そういうファンマークみたいなのないんですよね。うん、なんですよ。ポコちゃんが亡くなった時に私はポコちゃんの絵文字を使えるメンタルがあるでしょうか。ポコちゃま、わかるかな。今度ねまたポコちゃんをね中村家にお預けするんですよ。私すごいあの遠征する時があって10月かな、中村家にポコちゃんをお預けいたします。ありがたい。最近ねいいもの食べさせててね、あのフルーツグラノーラ、ハムスター用のフルーツグラノーラをね食べててね、ポコちゃんドライバナナとか食べてるんですよ。いいやつ食べさせてない、なかなか、うん、ね贅沢よね本当に。しかも普通にこう中身開けたら本当に人間みたいなグラノーラ、ひまわりの種食べなくなくならないのかな。でも一番好きそうなのはひまわりの種ですね。人間は食べれないやつ多分食べれると思います。私は食べないけど、普通の食べ物食べなくない。そういやでもね何でも食べちゃうんですよね、食いしん坊なんで。多分人間と違うんだと思う。やっぱこう果物とか、まあ、食べるけどもちろん、やっぱ一番好きなのはひまわりの種なんだと思います。人間でいうお肉みたいな感じなのかも。まあ人間で言うって言ってもお肉嫌いな人もいると思いますけど、私はねお肉大好き。ま大好きなのはひまわりの種。やばい、ひまわりの種で思い出した、リコチリコチ気をつけて。リコチがコロナになりました。 LINE しましたけど、お大事にです本当に。なんで
これで思い出したって言ったら、リコチがカラオケ大会でトトコハム太郎の歌を陽気に歌ってたからですね、思い出しました。でも今日 LINE 知ったらなんかもうちょっと大丈夫そうな、大丈夫そうっていうかその返す元気はあったっぽいのでちょっとだけ安心しました。波動面大丈夫、私こう私大丈夫でしたね、検査したんですけど、陰性でございました。ついでにインフルエンザも陰性でしたね。え、同時にできるんだって思いましたね。あ、今ってそんな同時インフルとコロナ大丈夫だったって言われて、インフルエンザのねちゃんとねワクチンも打ちましたのでね、私皆さんもね、そろそろね、コロナもそうですけどね、インフルエンザもね流行ってますからね、インフル警戒らしいですよ。あ、そうなんだ。いや、手洗いうがいをね緩めた時がちょっと危ないんですよね。コロナ対策でさ、手洗いうがいめっちゃみんながしてた時ってインフルエンザ率すごい下がってたじゃないですか。やっぱ大事だったんですよね、手洗い。ちょっとね緩まってる時が一番やるしかないですね。シュシュシュ、お気をつけください、手洗いうがい大事。手洗いうがい基本で奥義やでね、本当に。だってさ、昔の人たちってさ、なんか手洗いうがいをした方がいいっていうお医者さんをさ、この嘘つきがって言ってたらしいからね。えーって、現代に知識がある時代に生まれてよかった。予防しましょう。そうだよ、手洗い、名前忘れたけど、手洗いうがいに生涯、手洗いうがいを広めることに生涯を費やしたお医者さんがいたんですよ。病院でも病気が生まれるってことをみんな理解しなかったんですね。気をつけましょう、会える機会がねいっぱいあるのでね。お話し会とかライブとかいっぱいありますからね、気をつけください、気をつけます。新しいお洋服をね買って届いたんですけど、超話変わるんですけど、めちゃくちゃですね、もうズボンをね、デニムのジーパンを買ったんですけど、ネットで買ったんですよ。したらなんかあまりにも細すぎて超きつく、きつきつでだったんですよ。私はすごいショックを受けましたね。このね、近くにあるんですけど、このねちょっとここが破れてこうつながってるジーパンなんですけど、これがねなんかフリーサイズだったから、フリーサイズを頼んだら私のねこの安産型の体型ではね、なかなかにムチムチしててね、これはちょっと見苦しいと思ってね。そうなんですよ、私のちょっと22歳23歳の目標はこれをすっきり履けるようになるです。
え、これフリーサイズだと思ってたけど、フリーサイズじゃなかったのかな。あ、フリーサイズじゃないわ。X5。 いや、わかんないな、私服のサイズあんまりわかんないや。そうなんですよ、私の今の目標。なんか入るには入るんですけど、あまりにも危ない危ない、あまりにもね、むちってる。そうなんですよ。ネットで買ったんですよ。気をつけます。今の目標です。そう、小さかった。でも可愛いんですよ、デザインが。でも多分破れると思う、パーンって。あ、これ X5 じゃない、 XS か。むにゃむにゃ。私お店であんま服買えないんですよ、いっぱい買っちゃうから、勧められたら。ネットなんですよ、だから断れないタイプなんですよ。あ、こちらもって言われたら、あ、かわいいって言っちゃう。そうなんですよ、あって。チョロ客なんでね。ニット派なんですよ。でっちゃん。ちいかわに近づいてる。ちいかわっぽいですか。ちいかわちゃん。今日は衣装さんがね、なんかちいかわ全く知らないって言うから、ちいかわの話をね、説明してあげたんですよ。でアンピーがね、あんまりアニメとか見てなくて、たまに漫画見るって言ってたけど、あんまり追ってなかったから、私が一から全てね、謎にあのちいかわを結構詳しい、わりかしちいかわに詳しい、アマプラでシーズン1を見てる私がね、教えてあげたんですよ。したらびっくりしてた。え、みたいな、ちいかわって働いてるの、みたいな。そうですよ、みたいな。ちいかわたちは低所得だから、こうさりげない質素な生活をしてるんですよって、ね、多分もう子供のお小遣い程度しか稼げてないと思う、ちいかわは。ちいかわたちの世界にはデカツヨっていうでっかい生き物がいて、襲ってくるから討伐するんですよって言って、へーみたいな。もっとなんて言ってたかな、衣装さん、なんかもっとこう自給自足で頑張ってる子たちかと思ってたって言ってた。いや、あの鎧さんって人がいてみたいな、私もドヤ顔で語るから、鎧さんっていう人間みたいなのがいて、その人たちからお仕事もらって賃金もらってるんですよって言って、へーみたいな。ちいかわをね、全然知らなかったな、こんな知らない人いるんだって思って。そっか、知らないのか。ちいかわについて語ってきました。リコリコまだ見てない、秋のツイートしました、リコリスリコイル見ますって言って、いましたよ。でも昨日眠くてね、2話までしか見てません、まだ。すごいね、お話し会で結構ね、結構たくさんの人に勧められててね。まあ私はアニメとかね、勧められて見るやつ見ないやつがあってね、まだ見てないやつはジョジョとガンダムなんですけど、まあそこはねちょっと長いから一旦置いてるんですけど、リコリコはねもう13話でも
ワンクールで、しかもこの間終わってるらしくて見ました。デイアニメストアで見ましたね。とりあえずまだ2話しか見てないんですけど、なんかね、いや世界観がねすごいですね。でも今んとこまだその世界観にちょっと追いつくのに必死かも。ハマりそうな予感。いやでもね、ちょっとアニメ的には面白いからハマりそうだけど、うん、ちょっとまだ2話しか見てないからなんとも言えない。こっからかな。アニメオリジナルなんですね。なんか結構こうナレーション、1話のナレーションからさ、もう東京は平和だみたいな、日本は8年連続世界で一番平和だみたいなことをナレーションで言いながらさ、もう女子高生みたいなのが人をバン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 撃ってて、すごいあのギャップが凄まじかったすごい世界観が。滝の葉、千里葉、どっちがどっちだっけ。滝の葉がかゆい短い方だっけ。いや見た目的には千里ちゃんなんだけど、うん、どっちだ。滝菜ちゃんか、滝菜ちゃんが黒髪か。え、分かんない、2話の段階では千里だけど、どうだろう、これから変わるかな。ちょっとまあね、ちょっとポコちゃんも来ましたけど、なんか3話以降見たいと思います。じゃあとりあえず壇上を読みたいと思います。とりあえずね、13位パパパンダさん、12位モンプランさん、11位ミッシーさん、JT エンマンさん、9位カズノリさん、8位タオさん、7位ソウリュさん、6位とりあえずルビーさん、5位トニーさん、4位がホクさんでした。13位がゆめの皆さん、ありがとうございました。そして3位がペルさん、2位がヨネさん、1位がコバチャさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。ということで今日は後編も見に来てくださってね、配信で見てくださった方もありがとうございました。いやー、9月ももうすぐ終わるってマジマジけマジけ。あともうちょっとなのでね、頑張っていきましょう。今日も平日だったんですけどお疲れ様でした。明日も頑張ろう。でももう明後日は10月、やばい、明日は金曜。今日もラジオ聞いてくれてありがとう。ということで皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい、バイバーイ。バイチャラボーでした。バイバーイ。おやすみ。今あくびしたのバレてませんように口の中で噛み殺して、やばい眠い、寝るぞ。あ、バレてた。